東憲太郎ストリートファイター新キャラクターの声をレコーディング。ついに憲太郎に命が吹き込まれる時が来た。さあ各種ですね、今日はストリートファイターの新キャラクター憲太郎に命とも言うべき声が吹き込まれる日であります。いやー気合入ってますね。絶好調ですね。急に、まあ、いよいよ今日は声取りということで、憲太郎さん、憲太郎先生は今日は声優として仕事してもらうわけなんですけども、そうですか。そういった経験あるんですか、これまで。声優ですか、声優ない。声優ない。声優はない。やばい、この年にして最低。今日はその声取り、はい、ということですけど、何かこの重要なポイントかなんかございます？そうですね、あのキャラクター見ててもらって分かると思うんですけど、へっぴり腰のやつなんで、かっこよくない声でよろしくお願いします。あ、もう諦め入ってる。顔に光がなくなってきてます。あん中でやるんですよ。そう。だいたいじゃ あのほとんどレコーディングと一緒だね、なんか。そうですよ。それを映像を見ながら喋る。やるわけですよ。で今日はこの後そうそうたるメンバー声優さんがお越しになる。大スター、しっかりやってください。なんかすごい人いるの。すごい人いるみたいですよ。そういう人と時に掛け合いで音を取るわけですから、気をつけない。失礼がないように天狗になってるからね、最近ね。気をつけないと。本当よ。違う、昔の憲太郎先生は良かったっていう投資もらいました。伊藤で絵を描いてる頃の先生に戻ってほしいっていう投資ありますもん。こっちでの評判悪いよね。マシな君たち。違うの、あのね、天狗じゃないの。なんていうのかな、自分自身に自信満々って言ってますね。俺を世の中で天狗って言うんだよ。じゃあ実際ですね、先ほどからこのテスターとしてやってらっしゃる、いかがですか。どうですか、どうですか。乗り場の何倍はかなりイケてます。イケてる。もうほら明るいですもん、顔は。明るい明るい。楽しそうですもん。いいじゃないですか。どうしたいかがですか。もうグーでしょ。グーグーでしょって声ひっくり返ってましたからね。もうこれじゃ天狗にならざるを得ないな。今日は実際に憲太郎先生にですね、この憲太郎の声何パターンぐらい取ってもらうってことなんですか。そうですね、できれば技のすべて一つ一つに声を入れていただきたいなと思ってるんで、かなりな膨大な数になるんですけど。これそうですか。これです。これいわゆるボイスが、ね、ちょっと待ってください。これでまあ20ぐらいでしょ。20、40、60、60パターンぐらいありますよ、すごいな、お前やってくれ。なんでおいおいなんで苦労嫌いなんだよ。はい、これ一番上に書いてある。だってセリフがもうすごいもん。すごいもん。もう最初のセリフがやめろよ。それをかっこよく言えない。やめろよとは言えないですもんね。違いますもんね。食うなよ。その路線じゃないんじゃないですか。正反対のところにある。やめてくれよ。やめてくれよ。ほとんどこれ捨てゼリフ的な、うん、ですよね。あっち行けですもん。かかってこいじゃなくて、あっち行けよ。こういうことですよね。やったよ、母ちゃん。やったよ、母ちゃん。これ綺麗じゃないですか。うん、ここだけは、うん、はい、これはあれかな、勝った時かな。そうでしょうね、これね。勝ったね。勝利部門ですから。これはね、うん、声を質を変えるように。お、どういう風に。やったよ、母ちゃん。柴田恭兵さん。達成感のあるセリフだね。やったよ、母ちゃん。行くぞ。かなりこういうことが大切だと思う、ね、気がついたんですけど、うん、これ時代を先取るニューパワーって昔なんかお笑いスター誕生でトンダルズっていうコメディアンがやったんだよ。時代を先取るニューパワー詳しいな、おい。詳しくできました。すぐできましたね。おい、記憶力恥ずかしいですね。こんなことやってる。はい、ただですね、仕事始める前にそうそうたる声優の皆さん紹介いたしますよ。その方と一緒に仕事するんですから。普段は声だけ出演してる方が、そうです。今日は画面に顔が、はい、はい、はじゃあ声優皆さんどうぞこちらへ。はい、マキさん、どうも。じゃあ、ラーメンがあります。はい、もうね、何気ないいでたちですけども、声はもうプロですから。かっこいいんですよ。なんかきらびやかな、あの秀樹西条みたいな格好してないんですよ。してないですよって。声の仕事の方ですからね。いうことで、じゃあ順に紹介させていただきます。こちらはですね、ストリートファイターにおいてはダルシムの声をやってる山田義晴さんです。はい、そうです。よろしくどうぞ。よろしくお願いします。ちょっと出してもらう、じゃあここ一番のこうなんとか剣とかそれ系のなんか力強いセリフがあったらお願いします。まだまだ修行が足りぬようじゃな。まあ、どう反応していいんだか分かりませんけどね。これは多分キャラクターと被るといいでしょうね。この絵がありますからね。そうそうそう。はい、さあ続いてですね、剣の役を声されてます岩永哲也さんです。どうも、よろしくどうぞ、はい、お願いいたします。じゃあ早速その剣の、はい、あ、で彼はですね、
今人気のエヴァンゲリオンのケンスケの役もやってます。おお、そうなんですか。すごいですよ。はあ、じゃあ、じゃあ両方やってもらいましょう。両方やってもらいます。じゃあまずケンスケから。ケンスケからお願いします。いやあんな感じ。絵がねえとダメだ。絵がないと単なる変なお兄さんですからね。じゃあ絵をかぶしてみましょう。じゃあ絵をかぶしてご覧になりましょう。3秒前、2、1、9。いやあんな感じ。おお、いいな。絵があると違いますね。そうですか。じゃあこっちの剣の役の方をお願いいたします。はい、お願いします。波動剣。これだ。おー、これは分かります。これが欲しかった。ちょっと絵に隠してみて、はい、もう一回。じゃあお願い。3秒前、2、1、9。いやあんな感じ。あ、そっちじゃないよ。そっちじゃなくて波動剣じゃってんだよ。波動剣の方が。さあ、そしてこう言ってるのでございます。可愛らしい桜の役をされてます。笹本優子さんです。よろしくどうぞ。よろしくお願いします。似てますよね。ね、本当にキャラクターに、はいはい。そうですか。もうこの道何年ぐらいなんですか。まだ2年ぐらいです。もう声質が違うな。普通の声が。ちょっと絵とかぶしてみて。じゃ今は今この方本人なんだ。本人だからいいんですよ、これ、ね。そうですか。じゃあさくらの役で何か一声、はい、お願いします。3秒前2、1、9。正義は勝つなんてね。おお、これはね、なんだよ。じゃあ、はい、あの攻撃パターン、はい、必殺技関係お願いします。はい、3秒前、2、1、9。波動拳。おお、全然違う。一斉に。そこ狙ってねえよ。はい。ダンの役をされている細井治さん。はい。細井です。ママはですか。じゃあそのダンのですね、力強い一声お願いします。3秒前、2、1、9。やったぜ、親父。このキャラクターいいですね。はい。随分とヘボい役なんでね、ちょっと声質合わせづらいかもしれませんけども、ね、で彼の技にはですね、乗り物には艦長なんて技もありますんで、でもこう、うん、こう向いちゃう、えいっ、当然艦長された側にもそのリアクションを取っていただくってことです。当然さくらさんにもですね、はい、艦長された時のリアクションを取ってもらうことありますので、はい、艦長されたことございます？ないです。ああ、そうですか。じゃあもし自分自身に肛門に強い刺激が加わった時にどうリアクションを取るのか。それまで2、1、1。調子取ってるぞお前は。ちょ聞いてても、もしね、肛門に力が加わった時どういう反応とか。3秒前、2、1、9。いやー、おー、いいです、いいです、いいです、これいいです。もうどんどん連発しよう感情。いやーの中にあんまり嫌じゃないのかね。いやいや、いやいや、もう好きなのしてるんですね。じゃあですね、レコーディングに入る前に実際その雰囲気をつかむためにですね、実際声優の皆さんとですね、ここで練習しましょうよ、声の実践対決。でもここにあるようなセリフだけを言って戦っていくわけでしょ。そうそれすげーなー、ねえ。だって上から行くとさ、いてえいてえよ、いてうわうげえぐくえほげえひでぶひでぶひでぶもあるんだ。ひでぶうやいつもこうだよ母ちゃん、もう嫌だ。あー、なるほど。えい、やったよ母ちゃん。これがもう攻撃的なセリフがゼロですね。でどうしましょう、なんといってもね、こう言ってんの、さくらさんとの対決。一番見てみたい対決ですね、注目に値するんじゃないかと思うんで。じゃあ早速、はい、あの、まあ、失敗しても結構でございますんで、はい、3秒前、2、1、9。いくよー、やめろよ、あいつあいつやめろよ、艦長艦長、痛い。勝った、勝ちましたね。はい、いよいよボイスレコーディングがスタート。スタジオ内に緊張感が漂い始め、のり太郎もゲーム画面ののり丸を見ながらイメージを練る。必殺ちびるぜ、ペーナノペーナノ、おかしい、ヨガヨガ響き弾、ただいま参上。はい、はあ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 、あ、やめてくれよ。あ、結構来ていいね。やめてくれよ。あー、強そう、ね、強そう、臨場感がある。強そう、強そう、声質が、いい感じ。まず一番目の攻撃を飛ばしまして、必殺技からいきなり取りたいと思います。物投げあっち行けですね。ちょっとこれ画面の方で出しますんで、あ、だいたいこんな感じのです。なるほどね。さあ最初のテイクはですね、必殺技から物投げ
あっちへ行けでございます。はい、お願いします。あっち行けよ、あっち行けよ、あっち行けよ、こっち来んなよ、こっち来んなよ。はい、すごい OK です。今の感じですごい OK ですって。いい調子じゃないですか。それでは今の感じで続いてダダッコパンチお願いします。じゃあ先生お願いします。ダダッコです。はい、 OK です。ありがとうございます。いや、いいじゃないですか先生、いい調子じゃないですか。おめでとう。波乗ってきましたね。波乗ってきましたね。だんだんキャラクターがつかめてきましたよ。続いて狂気乱舞の必殺技ゴッツ物投げのレコーディング。物投げてます。それがですね、ゴッツ物投げで、カバンの中からコンパスとか鉛筆とかすごいいろんなものを出して投げるらしいんですよ。トルタン。違いますよ。全然違うと思います。違いますよ。違うんだけど。これも憲法にしますか。じゃあお願いします。じゃあ先生お願いします。何曲がった、何曲がったっけな。このカバにバンディだな、これな。はい、ありがとうございます。いや先生ノリノリじゃないですか。これやられてるね、もうねえ、喉潰さないように。それでは変身乱舞の方お願いしたいと思いますけども、はい、いきます。よーし、1、2、3、4、2、2、3、4、2、3、5。はい、 OK です。それでは頭に戻りまして攻撃をお願いします。はい、ではお願いします。やめなよ、やめなよ、やめなよ、やめてくれよ、やめてよ、やめてよ。ここにだよ、ここにだよ。俺は別にここに来たくなかったんだよ。たまたまなんだよ。軽いはずみでいるんだよ。疲れた。すごいですね、もう声張りまくりで。大丈夫です、喉やばいですね。やばいですか。休んだ方がいいですね。休んだ方がいい、少しね、もう喉中華してる。もうおふくろさんぐらいしか歌えないです。次ですね、サインメダリというのがあるんで、これをお願いします。これ画面の上で出ます。サインくれよ。それがいい。サインくれ。はい、 OK です。ありがとうございます。あの、いかがでしたか、さくらさん。あの、彼は今日初めての声優チャレンジだったんですけれども。すごいですよね。あ、あれ撮ってないんじゃない。館長撮ってないんじゃないですか。館長撮ってないんじゃない。館長技あんの。あれあります、館長あります。館長撮らなくていいですか。相当インパクトある絵ですもんね、あれね。あれでもスパイダーマンあんなこと誰だよそれ。スパイダーマンでも4回ぐらい振られてますよ。あれでもあれやみつきになってんだ、館長。それなのに近寄ってくるっていう。嫌いじゃないんです、スパイダーマンも。ここでこの必殺技館長の何か良いネーミングはないかとみんなで考えるが、出てくるものはどれもこれも放送ではお伝えできないものばかり。これは困った。さくらさんに聞いてみるのどうですか。どうですか。今まで聞いたこの感じの中でどれが女性としてこう一番フィットしますかね。ソフトな感じだね。何がいいですか。あなたの口から大きな声で言ってください。自分が自分の趣味じゃないですか。日テレの人間でもなければアナウンサーでもなんでもないよ。あなたの声大きな声で。お館長サービス。お館長サービスいいですね。優しいですね。相当優しい。お館長サービスっていうの見た目の派手さに比べて。お館長サービス。いい、絶対いいですよ。サービスだもんね。サービスいじめてんじゃないの。本サービスですね。決定しました。なるほど、決定しました。かなりいいですよね。それではよろしくお願いします。はい、お館長サービスだ。お館長サービス、サービス、サービス。あの、岡本さん、僕では判断できないんで。さあ、来ました。 OK、 本当に OK 出ました。OK 出ました。はい、ということで、はい、終了いたしました。ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。よかったですね。今日が
もうノリマロの誕生日ですよ、うん、まさに、ねうんまあ、実際出るのは初夏の頃と、ねそうですね6月ぐらいになるんじゃないかということですからね、はいまあ、皆さん本当にもうねよだれを垂らしながらお待ちいただきたいと思います、うん、どうですか大ヒットの予感するんじゃないですかします、ね、しますすごい明るくなりましたよ、うん、しましたでこれねいい感じです6月頃出て夏休み大ヒットですよこれ、うん、どうですかこれだけの立派なキャラクターがいるわけですからね、うん、この強者どもを集めてキャラクター対決みたいなやつ強い人っていっぱいいるんでしょこれ、戦いが、うん、います今相手捨てるほどいますよ ね、 ねそうトーナメントやろうじゃないですかやりますか、うん、おこれをじゃあ東京ドームでいや別に大きいところでやる必要ないと思うんですけどだってゲームなんだから落とし人はどんどん天狗になっていくから誰かが本当取らないとじゃあ戦いましょうお、ね、このゲームで戦いましょう、うん、でかい画面で戦いましょう、うんそれでも勝ってやるストリートファイターゲームの強者たち、ね、近日このイベント実現いたしますのでご期待いただきたいと思いますついにストリートファイターのりまろの完全なる姿が完成したそしてこの完成バージョンは今日の生ならスペシャル後半戦でいよいよ披露されるお楽しみに